皆さん、こんにちは。私は Pixar アニメーションスタジオ、StudioTools デパートメントの手島です。今日は私たちが進めているオープンサブディブプロジェクトについてご紹介したいと思います。オープンサブディブは Pixar 開発の高性能サブディビジョンサーフェスライブラリで、それをオープンソースとして世の中に紹介しようというプロジェクトです。Pixar はサブディビジョンサーフェスに関して非常に長い経験があり、 15年以上の映画の中でほとんどのジオメトリがこのサブディビジョンサーフェスによって作られてきました。このオープンサブディブのライブラリはレンダーマンのソースコードをベースにしていてレンダーマンの持つセミシャープクリスネスとかあるいは階層エリットといった全ての機能を実装しています。このオープンサブディブを使うことで皆さんのアプリケーションにサブディビジョンサーフェスの機能を すて取り込むことができますオープンサブディブは GitHub にホストされているレポジトリからダウンロードして利用することができます。オープンサブディブの中にはいくつかの API レイヤーがありますが OpenGL、DirectX Open、Direct OpenGLES それから CUDA などの主要なグラ,グラフィックス API そしてパラレルプログラミング API また Windows、Linux、OSX、Android などのさまざまなプラットフォームにも対応しています。 GitHub 上で公開されているので、どなたでも自由にダウンロードして試すことができます。もちろんロイヤリティも必要ありません。GitHub から OpenSubdiv をダウンロードしてビルドすると、いくつかのサンプルアプリケーションが同梱されています。ここではその中の GLViewer ーーについて見てみましょう。カタムルクラックサブディビジョンサーフェスの大きな利点の一つには、どのようなトポロジーでも再分割を適用することができるという性質があります。このビュアーーには、 さまざまなトポロジーのシェイプが内蔵されているので、それを見ることで OpenSubDiv がどのようにサーフェスを分割していくかを確認することができます。OpenSubDiv API のうち FAR と呼ばれるフィーチャーアダプティブレレ解析を行うレイヤーはトポロジーを解析して GPU で実行可能なサブディビジョンサーフェスのテーブルを生成します。それは OSD レイヤーの リファインカーネルの実行と最終的なバッチのレンダリングに渡されるという形になります。このビューアーではデスレーションファクターを増減したり、あるいはさまざまなシェーディングモードを試すことでオープンサブリブの持つ機能を確認することができます。さて次に実際のアプリケーションにオープンサブリブを組み込んだ様子をご紹介したいと思います。 これはプレストというピクサー開発のアニメーションツールですピクサーのアニメーションはすべてこのツールで制作されていますここではこの夏公開されたモンスターズユニバーシティからハードスクラブル先生をプレストに呼び込んでみましたこのプレストはオープンサブリィボを GitHub からダウンロードしてビルドしたものをリンクしていますつまり GitHub で 公開されたオープンサプリ d はまさに Pixar がこのようなアニメーション制作に利用しているソフトウェアと同じものであります。何かバグがあったり、新しい機能を追加する際には、私たちもまず GitHub のレポジトリにチェックインして、それをダウンロードして p r e s にリンクするという手順を踏んでいます。ワイヤーフレーム表示になっていますが、わかりやすくするために少し粗くしてみました。 先ほどの g l e o と同じようにデセレーションが行われていることが分かりますまたアニメーションも非常に高速に行われていますここで分かるのはコントロールポイントの数はそれほど多くないということです少ないコントロールポイントに複雑なリギングを施すことでこのように表現力豊かなアニメーションを行うことができますそして滑らかな局面の生成はオープンサブリブがすべて担うことになります また、OpenSubDiv は PTEX にネイティブに対応しています。PTEX とは、ディズニーが開発したパーフェイステクスチャリングのライブラリなのですが、u v なくさまざまな質感をサー,サーフェスの上に施すことができます。OpenSubDiv で PTEX のレンダリングを行うために、私たちは、レンダーマンのシェーディングネットワークをのうち、カラーとディスプレイスメントを PTEX としてベイクして、このモデルに適用してみました。 では PTX を有効にしてみましょう。ょとこのように、えー、最終レンダリングに近いような形で、えー、レンダリングをすることができます。また、えー、これはサブディビジョンサーフェスを分割したレンダリングを行っているためディスプレイスメントも実際の頂点を動かして、えー、形状を 再現しています例えばハードスクラブル先生のこの頭の部分の突起も全て、えー、一つ一つ頂点がディスプレイスされていますこのように、えー、再現力の高いレンダリングを行うことでアニメーション作業がどのように楽になるかを少しお見せしたいと思います例えば私がこのショットのうちこの部分で、えー、先生の眉毛の部分を少し動かしてみますこの眉毛を動かしてみると皆さんお分かりのように ディスプレイスメントやカラーも同時にフィードバックを得ながらアニメーションをつけることができます。これによってこのキャラクターの細かい表情を確認しながらリアルタイムにアニメーションをつけることができます。もしこの PTEX がなかった場合このような状態でアニメーションをつけなくてはいけません。 このままでもアニメーションはつけられるのですが実際にどのような微妙な表情の変化があるかというものはレンダリングしてみないと分かりませんオープンサブディブと PTX を使ってリアルタイムにフィードバックを得ながらアニメーションを作ることによりレンダリングすることなしに非常に高速に繰り返し作業を行うことができますこれがアニメーション制作の効率を大きく上げることになります 今年しの C グラフでは、オープンサブディブに関するコースも開かれます。また、8月に日本の横浜で行われるセデックでも、オープンサブディブに関するセッションを行う予定です。サブディビジョンサーフェスに興味のある皆さんは、ぜひご覧になっていただけるといいんじゃないかと思います。ありがとうございました。